SDGs を探求するのは、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを行う山形カーボンニュートラル大使の杉浦さんと茂木さん。訪れたのは、ゼッチの家づくりを提案するカナリエタウン。ゼッチとは、一般家庭で使われる消費エネルギーを実質ゼロにするといった住宅になります。高気密高断熱で魔法瓶状態のお家を作り、省エネにしていくこと、屋根の上で太陽光発電することで自家消費というところにポイントを置きます。このシステムを作ることによって電気代を下げていくとか、省エネの暮らしをしていくというのが可能になるわけです。設計するにあたって苦労したところ、工夫したところありますか？はい、どうしても気密性を重視したかったので、窓と壁の間の隙間であったり、電気配線によって開いた穴の隙間であったり、そこからいかに空気が漏れてこないかを探す、その作業がとても大変でした。この建物は山形健康住宅の基準に合致しております。断熱と気密を両方をクリアさせることができましたので、ヒートショックになる確率がぐっと減ります。どこの部屋にいても温度差が同じ温度なので、より快適な生活が送れると思います。省エネと暮らしやすさをどちらも実現しているのですね。私は今日この家にお邪魔して、ずっと暖かいということに驚きを感じました。私も将来建築の仕事をしたいと思っているので、断熱性や気密性を兼ね備えた住みやすい家を作っていきたいなと思いました。